はい、どうも毎度なじみゆうご .tv でございます。早速本日も人生に役立つ情報を配信していきます。今日のお題は、1週間は日曜から始まる、日曜は平日の準備をする1日、こちらを今から読んでいくぜ。1週間は何曜日から始まるかご存知ですか？正式には日曜からです。カレンダーを見てください。きちんとしたカレンダーなら1週間が曜日から始まっているはずです。1週間が日曜から始まっているはずです。カレンダーの一番左が日曜で、一番右側が土曜になっているでしょう。しかし日曜から始まると分かっていても、私たちの感覚としては1週間は月曜から始まるという印象が強い。それは仕事が始まるのは月曜からという認識があるからです。事実と現実の間に1日のギャップがあります。このギャップを埋める良い方法が、考え方があります。日曜日を本当に完全な休養日と考えるのがよくありません。月曜になっていきなりエンジンをかけるから、心にも体にも負担が大きい。ではどう考えるか。日曜は平日の準備する一日と考えてみてください。授業の前には予習が必要であるように、平日の前にも準備が必要です。つまり休日は平日の準備をする一日と考えます。休憩するのも平日に向けた準備、買い物するのも平日に向けた準備、洗濯も掃除も月曜から快適に仕事をするための準備です。そういう考え方をすれば、1週間は日曜から始まるという認識が正しく整います。日曜は平日の準備をする1日と考えましょう。ますます日曜の過ごし方が有意義になります。きちんと休むのも仕事と思えば、しっかり休もうと思えるはずです。月曜から始まる平日に向けて、曜日から徐々にテンションを上げていきます。日曜日からゆっくりエンジンをかけ、徐々に加速を上げていけば、月曜から始まる平日をスムーズに始められます。今日の格言、日曜は平日の準備をする一日と考える。なるほどね。俺みたいに不定休で、日曜も土日も関係なく毎日仕事してると、毎日が、そっか、前夜、前の夜に明日何しようと考える、そういう時間を作る、やっぱ大切ですね。今までやってこなかったけど、そういうの今年はちょっと、そういうのちょっとでも考えるようにしようと思います。はい、それでは今日も勉強になりました。ご覧いただいてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、ドロン。